吉田さん、いいですね。やっぱりね、吉田さんの今回の動画見てかなり私も共感したというか、あ、俺もそうだなっていうのがね、結構ありましたね。やっぱり1日100アンケート返信、これは私はやろうと思わなかったんですけども、ただ1年半ぐらいね、暗号通貨をメインで発信した時は毎日40件から50件の一問一答返信動画をやってましたよ。1年半ぐらいやりましたね。まあそうすることによって、それが、まあ要するにクロージングになって年末のセールスドカンと当てることにもなったと思うんですけども、その時はそんなに意識してなくて、あ、自分もこんなにね、毎日のように久保さんお願いします、久保さんこれはどうなんですか、久保さんこうやっちゃったんですけどみたいなね、相談いただけるようになったなと思うんですよ。ちなみに今ね、30分前に1本電話がいただけて、電話を10分ぐらいしたんですけども、まあ暗号通貨の件で、まあこんなことになっちゃったんですけどっていうことで、まあ、誰かに聞いてもらいたかったんでこんな時間に電話しましたっていうお電話いただいたんですよね。まあ、こういうのが今でもねあるわけなんですよ。非常にありがたいなと思うのは、誰かに何かを聞いてほしい、誰かに対してアクションしようっていう、その誰かが私ってことなんですよね。だからその人のいろんな方がいる中で、いろんな相談する相手いると思うんですよ。家族とかね、友達とかね、なんかの先生とか別の塾の講師とかいると思うんですけども、その中で久保哲郎を選んでいただけたっていうのは非常に嬉しいことだなと思いますんで、それがね、例えば吉田さんのところに1日100人吉田さんお願いしますみたいなのが来て、それをバン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 返すっていうのはね、やっぱりすごいなと思いますよ。吉田さんに対する信用の表れだと思います、信頼の表れだと思いますし、吉田さんがそれに対してね100人に返信することを目標にするっていうのは本当にすごいなと思います。で、お話の前半にあったんですけども、やっぱりね、今できることとか今日すぐできることをやらない人はそこで終わりなんですよ。ゲームセット、ゲームオーバーなんですよね。考えてみれば、私もですね、一番最初は自己アフィリエイトしかできてなかったんで、できなかったんで、しかも金融系の自己アフィリエイトしかできなかったんで、そればっかりやってたわけなんですよ。そればっかりやっても別に1年間で2500万とか上がるんですよね。そればっかりですよ本当に。いや、これすごいなと思います。たった1個のスキルで突っ切るぶち抜くわけですから、それでいいんじゃないかなと思うんですよね。当時だからライティングの技術もないんで、私が Facebook の記事書くと、久保さん話は面白いんだけど読みづらいっていう風にね、そういう、まあ、お話をね結構直接いただいたんですよ。で、そうだなって、俺の文章って自分で書いてても下手くそだなと思ったんですよ。喋りはまだいけるけど、もう文章書いたらアウトなんで、まあ喋りでいこうと思ってセミナーを最初にしたんですよね。で、セミナーずっとできるようになったんで、だん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 ブログとか、最後ね、メルマガジンっていうのに移行してって、最近は SNS なわけなんですよ。そういった形で私もね、できるところだけをずっとやっていくと、だんだんできないことがちょっとずつできるようになっていくっていう風な流れかなと思いますよね。いや、だからね、本当すぐ決めてやらないとダメでしょうね。なんか結局やらないんですよ。やらなければ、一番モチベーションが高い今日やらないんだったら、明日は今日よりもやる可能性が低いわけなんですよね。逆に今日やらなかったこと明日やったらすごいですよ。それはなんでそういうきっかけになったのかってことがそのまんまレポートになるぐらいですよ。そういうふうに思いますけどね。とにかくすごいですね。あ、ちなみにね、最後になりますけど、補足していますけども、私は山口陸さんの商材を買ったりとか、ライブ放送20時間とかね、参加してたじゃないですか。あれのネタなんですけど、あれは私は広告費ですからね。すでにあそこでは私は広告費と思って1000円とか2000円払って20時間ずっと自分の CM をやってたわけなんですよ。まあお分かりだと思いますけども、だからあれは私は商品を買ったんじゃなくて、広告費を払って自分の知名度を上げたということなんですよ。それが今でも続いてるっていうことになってくると、当時払った何トータルで40万ぐらいでしたよね。やっぱり40何万とか払いましたけども、全部ね回収して、私はあの頃の支払いをただ同然だと思っています。その時の支払いって結構きつかったですよ。はっきり言って1000円でもきつかったわけですからね。1000円でもきついんですよ私は。あの時にライブ放送1000円とか2000円払うってことは、私は昼飯を抜いてるわけなんですよ。あれは昼飯で1000円2000円をあそこに振り向けて、そのぐらいギリギリでしたからね。で、ライブ放送を見るというよりも、ライブ放送で自分の宣伝をすると、こんにちは、広島の久保です、番組をご覧の皆様、クズ速稼塾の久保ですね、そんな広島の久保ですか当時は。で、ノートが真っ黒ですとか言ったら、もうインパクトをつけるために、そして何でしょう、司会をやってるね、吉谷さんとか山口さんに、こんなこと書いてますよって言わせたくって、あの手この手で人の心、講師の心を動かすために CM をどんどん打っていったわけなんですよ。安い広告費でしょ。で、しかもあのライブ放送って、
後で、配信するわけじゃないですか。無料配信ね、限定公開ですけど、その時に久保哲郎は20にも30にも知られるってことをきちんと考えて、ね、どこまで小判ざめやってるんだってことなんですよ。まあ、ですんでね、乗っかってきてほしいなっていうのは、この億万長者合宿のやり取りの中にも名前が出てくるぐらいに、なんかコメントを書くとかね、メッセージ送ってこの話良かったですとかやると取り上げるわけですよ。取り上げろって感じで書いてほしいなと思いますよね。ただ見てるだけでは何も変わりません。見た後に、インプットした後にアウトプットすること、今日の最後のまとめになります。本当にこれが最後のまとめです。インプットしてアウトプットするまでの間隔が短ければ短いほど成功に近づきます。インプット即アウトプット、もう3秒後にアウトプット、もうグッドです。10秒後にアウトプット、まあまあいいです。でも10分後とか10日後にアップ、アウトプットするようではもう遅いんですよね。そういうふうに意識してみたら億万長者への道も開けていると思います。インプット即アウトプット、だからこの動画を見た後に億万長者合宿を見た感想っていうのを送った方がいいですよ。だって何千万も書きますよ、感想は。そしたら何千万分のアウトプットができるでしょ。そのアウトプットに応じて私たちがさらにアウトプットすれば、あなたの知名度が上がるんですよ。ここまでもう答えを言ってるんだから、やんないとダメですよ。以上です。